さあ、久しぶりですけどもね、12月の3日までこちら見られますけども、今回は、ゲストでトカの編集長スミさんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。スミさん、どうでしたか今回？いや、めちゃめちゃ面白かったです。まあ、島田さんを大事にしなきゃなってそうなんです、今回ね、見ていただいたら分かりますけども、私、向こう10年生きられないかもしれません最後の映像になるかもしれないですね、これ本当に貴重な映像かもしれませんからね。驚愕の事実出ちゃいましたんで、はい、見納めです、はい、見納めですよね。あと、もう見どころで言ったら、幽体離脱の仕方が分かるという。そうですね、そう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 、はい、今こう文春法なんか騒がれてますけどもね、文春に狙われなくても密会できちゃう方法が明らかになってます。いいですね、今回も盛りだくさんですね。あとは2021年にこんなことが起こるんじゃないかという、まあ、予言ですね、うん、いいですね、はい、この話もね、させていただいてますんで、3つ挙げてますんで、いいですね、はい、これ皆さんぜひね、見て検証していただきたいと思います。はい、というわけで、12月の3日まで見られます。ぜひ皆さん、ご視聴の方お願いいたします。お願いします。